さて、ここからはですね、教えて漢方のコーナーです。このコーナーは漢方専門一心堂薬局のスタッフの皆さんとお送りしています。今回の担当も前回前々回に続きまして渡辺翔先生です。翔先生、今回もよろしくお願いします。小池さん、よろしくお願いいたします。はい、2023年新年最初の一心堂薬局さん放送ということになりますが、今回はこれも悩んでる方多いんじゃないでしょうかね。乾燥かゆみについてお話しいただきます。では早速よろしくお願いします。よろしくお願いします。乾燥かゆみですね、季節的にも、とても乾燥しているので、相談件数が増えています。原因としましては、乾燥そのものもそうなんですけれども、アレルゲンですよね。あとは汗、不規則な生活や食生活、衣類の摩擦だったり、冬でも紫外線が強いと言われております。紫外線、あとはストレス、加齢、便秘、免疫の異常が挙げられますね。東洋医学的には、皮膚は、内臓の鏡であると昔から言われてきました。なので皮膚の状態だけではなく、気血水の観点で全身の状態を捉えていくことが重要です。また血虚と言いまして、体に届ける血液や栄養素が不足している状態の方が多いですね。今翔先生がおっしゃったように、その内臓を映す鏡っていうのはよく聞く話で、やっぱり女性って特に肌すごく気にするじゃないですか。だから化粧品とかそういうものももちろん大事なんだけど、食べるものとか生活習慣ってすごい大事だなぁなんていうふうに言われてますが、やっぱりね、顔がとても綺麗だけれども肌ガサガサとか乾燥してるって言ったら、やっぱりちょっとね、ご自身もテンションが落っこっちゃったりしてると思うんですが、いろいろと大事な部分もあると思うんですが、おすすめの漢方としてはどういったものがありますか？一例になりますが、経外連行湯という漢方薬があります。こちらの漢方薬は、体の解毒したりとか、炎症やかゆみの発散、血流を良くしますので、肌が浅黒い方におすすめの商品ですね。はい。注意が必要なのは、漢方薬の使い始めは一時的に症状が悪くなることがあります。全員が全員というわけではないんですが、免原反応といって、悪いものが皮膚のターンオーバーとともに外に出てきていると捉えてください。日ごとに少しずつ良くなってきます。乾燥かゆみで大切なことは、書かないこと、書かせないことが重要になってきます。ただ、お子様をお持ちの親御様に関しましては、注意しすぎることでかえって、皮膚が荒れてしまうっていうこともありますので、叱りすぎず、例えば、書いてない時や、お風呂上がりですね、自発的に保湿剤を塗っていたりしたら、褒めてあげてください。ああ、そっか、お子さんだとやっぱりもう自発的にかゆいからかいちゃうっていう風になると思いますが、そこはやっぱり親子の連携みたいな、しつけとかももちろんそうなんですが、そういったところも大事になってきますから、なかなか難しいですよね。痛みとは違ってかゆみだから、もう瞬発的にやっちゃったりしますもんね。そうですね。見てるお母さんとお母様としては心配になりますけれども、なるべくね、こう爪のケアをしてあげることで、傷がつかないようにしたりとかね、そういったところから始めていただけるとよろしいかと思います。なるほど。養生法としてはどうでしょうか？はい。まずはね、乾燥が第一の原因となりますから、保湿、加湿、しっかりしてください。
あとは入浴も大切ですね。入浴、湯船に入る際は38度から40度のぬるま湯で15分から20分入ってください。暑すぎるとね、逆に体の油分が抜けてしまいますし、長すぎても同様にして油分が抜けてしまいますので、こちら守ってください。ただ夜帰られてね、お風呂に入らず、朝入るっていう方もいらっしゃいます。これはね、非常に良くないです。なんでかって言いますと、雑菌が繁殖して皮膚のバリア機能の低下を招きます。もう本当想像してください。雑巾を顔に当てて寝てるのと同じですから。で、お風呂上がったらしっかり入浴後5分以内に保湿の方はしっかりしてくださいね。他にですね、洗剤等の日用品、化粧品、これは合成化学薬品の入ってない、できるだけ入ってないものを選んでください。衣服に関してましては、下着等ですね、化繊、化学繊維のものではなく天然繊維のものを選んでいただくと、こう摩擦が和らぎますのでおすすめですね。今は冬ですが、夏場は汗が出ます。汗がこれね、油分を取り去ってしまって乾燥してしまうってことはありますから、こまめに優しく汗を拭き取ってください。他にですね、ほこり、ダニ、花粉が原因となると、先ほどお伝えしましたが、これらのアレルゲンを取り除くためにも掃除をこまめにしてください。あとは、ペットをお飼いの方ですね、ペット、家族と同じって言いますから、そういう部分もあるかもしれないんですけれども、できればですね、肌が荒れやすい方っていうのはお部屋を分けていただく、あとは室内の掃除を徹底していただくことがおすすめですね。あとは規則正しい生活、バランスの良い食事をとることが大切ですね。本当に基本的なことなんだけど、やっぱり忘れちゃって後回しにしちゃったりとか、それこそ夜お風呂に入らない朝入ってるっていう方って結構ね、こっちでも多いんですよ。これやっぱ、改めて考えさせられますよね。はい、ぜひ実践していただければ、どれか1個でもいいです。よろしくお願いします。はい、今翔先生の方でね、規則正しい生活、バランスのいい食事っていう話が出ましたが、食事についてはどうでしょうか。はい、まず前提としまして、人工着色料や、保存料、できれば避けるようにしていただければと思います。やっぱりね、原因、先ほど説明したアレルゲンっていうものがありますが、これを特定することは非常に難しいんですね。生涯見つからないっていう方もいらっしゃいます。本当にね、こう気をつけてたらふと出てくることもありますので、あれ、これを取るのやめたら急に良くなったっていうことはありますから、常にそういったものに目を向けるようにしてください。まずですね、緑黄色野菜を取ること、ビタミン群ですね、しっかり取っていただいて、あとね、先ほど免疫異常っていう部分が原因とお伝えしましたが、腸と免疫っていうのはつながってますからね、ヨーグルト等を取って腸の状態を整えてください。あとは、フルーツもね、ビタミン群豊富に含まれてますので、こちらもおすすめです。あとは、卵や大豆などのタンパク質だったり、結局ってお伝えしましたが、血に問題がある方も多いですので、お魚ですね、光物を取っていただくことをお勧めします。あとはですね、ハトムギっていう選択肢もありますが、こちらは皮膚の水分代謝を整える、作用がありますから、ハトムギを含んだ、ハトムギ茶だったりとか、そういった食べ物、ポップコーン菓子とかも今ありますからね、取っていただくと食べやすいと思います。
そうですね。この普段の生活を気をつけつつ、今翔先生がお話しいただいたこういったものをうまく取り入れて、あんまりストレスためすぎないように、今日もかゆい、どうしようどうしようって思わないのも一つかもしれないですよね。そうですね。ストレスが溜まってしまうと悪循環にどうしても陥ってしまいますから、はい、あまりストレスをためずに発散、なるべく発散して穏やかにお過ごししていただくとよろしいです。はい、わかりました。またそのやっぱり専門の方に直接ご相談いただくのもいいかと思いますので、もしなんかねお悩みの方がいらっしゃったら、漢方専門一心堂薬局さんホームページありますので、一心堂薬局で検索いただいて、お近くの店舗に行っていただくか、あるいは、お電話、ズームでも大丈夫なんですか、オンラインとか。はい、ズームで対応しております。そうなんですね。そしたらもう変な話なんですが、私みたいにこうアメリカとか海外にいる方も OK なんでしょうか。もちろんでございます。まあ、EMS で発送させていただくこともできますので、ぜひご活用いただければと思います。はい、まずはお気軽にねお問い合わせいただければと思います。ということで、今年初めての放送となりました、教えて漢方、乾燥かゆみについてお話しいただきました。今回の担当は漢方専門一心堂薬局の渡辺翔先生でした。ありがとうございました。ありがとうございました。